昼を回りました。改めまして和田アキ子です。日本放送の柿原忠です。アッコのいい加減2000回日本放送の制作でお送りしています。12時50分頃にお送りするクイズ和田オネア、電話に出てクイズに正解されると1万円が当たります。出場ご希望の方はお名前と住所、電話番号をお忘れなく。またラジコで聞いている方はぜひラジコで聞いていますと一言書き添えてください。受付電話番号は東京03-3211-3222、東京03-3211-3222、ファックスは0570-021242、0570-021242、そしてメールアドレスは小文字で AKKO、@1242.com、@1242.com でお待ちしております。はい、それではこちらのコーナー参りましょう。はい、週刊和田スポ謝罪。12日、ひろみさんが徹子の部屋に出演し、黒柳徹子さんに対しての昔の暴言を謝罪しました。ひろみさんが徹子の部屋へ出演するのは12年ぶり。ひろみさんは冒頭で、昔失礼なことばかり言ってたと思うんですいませんでしたと謝罪。それを受けて黒柳さんは、テレビのクイズ番組で私が何にも言ってないのに隣にいた方からうるせえなババアとか言われて、本当のババアにババアと言ってどうすんのとか思いましたと答えました。黒柳さんもそのババア発言を覚えていて、物言いとか随分変わりましたねとひろみさんの成長を認めました。この時の詳しいお話も来週ご本人に伺いましょう。骨折。12日、坂上忍さんが尾底骨を剥離骨折したことが分かりました。坂上さんは今月8日ドラマ撮影中に転倒し骨折、全治1ヶ月と診断され、現在ギプスはつけずに痛み止めを飲んでいるそうです。坂上さんは骨折した状況を振り返り、追いかけっこするみたいなシーンで腰から落ちました。スタッフさん全員がシーンとするくらいの転び方をしたんですよと説明しました。ちなみに愛犬の散歩もできないため、代わりに恋人の女性にお願いしてるんだそうです。一日も早い回復を願っております。歴史的和解。8日、昔から確執が噂されていたタモリさんと小田和正さんが和解していたことが分かりました。お二人の因縁は今からおよそ35年前、タモリさんがラジオでフォークソングは暗くて好きじゃないと小田さんのかつてのグループオフコースを批判したことが発端とされています。1984年に小田さんが笑っていいともに出演した際には険悪な空気になり、後にタモリさんもあの時は気まずかったねと話していました。そんなお二人が顔を合わせたのはフジテレビの中村光弘アナウンサーと生野陽子アナウンサーの結婚式。小田さんからタモリさんに歩み寄り最初の握手。式の途中でもスピーチに立ったタモリさんが、普段はあまり披露宴に出ないけど今日は小田さんと会えてよかったですと話し、再び握手し、歴史的な和解は果たされ披露宴に花を添えました。次はミュージックステーションで共演するんでしょうか。決定。第57回グラミー賞の授賞式が行われ、イギリスのシンガーソングライターサム・スミスが主要部門の最優秀レコード、最優秀楽曲、最優秀新人賞の主要3部門をはじめ4冠を達成しました。サム・スミスは昨年5月アルバム In the Lonely Hour でデビュー。これが世界で600万枚を売り上げ、レディー・ガガやケイティ・ペリーなどから天才と絶賛されていました。また以前からゲイであることを公言しており、受賞のスピーチでは昨年出会った男性と恋に落ちたことが楽曲のイメージを与えてくれたと語り、失恋させてくれてありがとう、君が4つのグラミー賞をくれたんだと話し喝采を浴びました。受賞式では他にもマドンナやロック界のレジェンド ACDC、 アリアナ・グランデ、ファレル・ウィリアムスらがパフォーマンスを披露、豪華な式となりました。今年のまだ見てないんですけど、はい、すごいね、こういうスピーチね、必ずグラミー賞とか、アメリカってもうレコード会社とか、レコード会社ってのは今時本当変だけど、その CD の ね、まあ、CD ですよね、プロデューサーとか映画でも監督とかにお礼言う、で最後必ず家族、ああそうですね、妻にありがとうとか、うん、旦那にありがとうとかね、そう言いますよね、言うんだけど、ゲイだったってんで失恋させてくれてありがとうってのはすごいよね。そうですね、それがまたウケるっていうのは、うん、片やすごい認めてたり、日本もなんか今度、渋谷区でね、なんか同性カップルを認めるみたいな、片や
批判しながら認めるときは認めるっていう面白い国ですよね。そうですね。まあでも別にもうね、そのゲイであろうが、ゲイはいいのか、女性同士はなんて言うんですか、ゲイあレズビアンとか言いますね。レズビアンっていいんですか、まあ、いいじゃんね、別に迷惑かけなければ。もうそんなこと言ったらね、私なんか本当にもうこれ自分の番組だから言わせてもらうけど、そんなもう泣くぐらいいろいろ言われたよ。いまだに間違われるのはなんだこれは。それはもう本当に、え、日本放送のトイレでも大変昔失礼がありましたね。そうだよ、女性トイレにアコさんが入ってってね。そうだよ、叫ばれるという。そう、ここは女性のトイレです。それで次の人入ったら変な不審な人を見かけても、それは和田アコさんです。うまいね、泣くよ。かわいそう、泣くぞ。普通は強い子だね、アコちゃん。強い、本当にたくましく生きていらっしゃいます。だからもうそういうのはね、いいんですよ、迷惑さえかけなきゃ。でもグラミー賞ってアコさん、うん、見に行ったことあるんですよね。昔ね、もう何回も、うん、あのそれでレイちゃんの帰りがオフィスで、レイチャールズの、ね、はい、だからもう賞がいっぱいあるんですよ。なんか新聞によると83部門あるんですよ。そうなの。だからもうカントリーがあったり、ポップスがあったり、レゲエがあったり、ラップがあったり、リズムブルースがあったり、もういろんな映画、そうそう、もういろんなのあるんですよ。それでね、本当にこの番組で何回も言うけど、入る時から私たちはこの、リムジン、はい、リムジンレーンってのがあって、それもビップレーンですね。ビップレーン、はい、だから、4車線か5車線忘れましたけど、まあ劇場の入り口に一番近いのはリムジンです。はいはい。で次にあの出てる人とか関係者の使用の車、あ、家族とかね、はい、で3つ目がタクシーかハイヤー、で4つ目かなんかが一般だったんです。それで私なんかもうリムジンそこなんだから、もう本当に見えてんのよ。だけどなかなか動かないの、これ招待されてる人ね。あ、もちろんあの順番にエスコートしてるからあるんですよ、はいはい、でそこのドアマンに開けてもらってグラミー賞は始まるって言われてるんですよ。そのレッドカーペット歩いてね、はい、でその時にその会場着く50メートルぐらい前で延々ちょこっと行ったら止まり、ちょこっと行ったら止まり、リムジン、はい、まあレンタルですよ私は。その当時ですよ、今から曲も出てこないわ、火のなんとかって、ファイヤー、ファイヤー、そうそう、どなたの曲ですか、それが出てこない、もう全然こういうのも話題になってないから、まあでもいいんだけど、その時にラップは音楽として認めないってプラカード持った人がずらーっといたのよ。会場の外に、うん、ちょっと待ってね、気持ち悪いからちょっと待ってね、今あのうちのあのマネージャーね、うん、ちょっと声出したってあんまり私マネージャーの名前言わないんだけど、あのごめんなさい、こう気持ち悪い、彼に電話して一緒にグラミー賞を見た時の客席を、いや、やっぱりこれね、はっきりさせる、グラミー賞見た時、その時の受賞、主要4部門の受賞と、そう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 、それで、まああるんですけど、そう、とにかく開けてもらうまで結構大変で、ラップが音楽じゃ認められなかったんだから、当時不思議ですね。もうプラカード持ってこんな持ってみんなずーっとだって、車が動かないからってことなんですか、ね、そう、で車が動かないからそれやっぱり見ちゃうよね、はいはい、もっとすごかったのは当時はタバコ吸ってよかったんですよ。で私もタバコ吸ってたので、ロサンゼルスの会場だったんだけど、会場もちょっと忘れましたけど、そうすると休憩の時に、休憩っていうかコマーシャルの時に生放送で、はい、全米だったと思うけど中継してたと思うよね、その時コマーシャルの時みんなタバコを吸ってるわけですよ、廊下とかロビーで、はい、それでカウント始まるわけ、30秒前って言うわけ、また生に入りますって入ります、でみんなザー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 して、そしたら10から始めるんですよ、10から、はい、でザー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 して10って始まって9とか8とか言いながらザーザーして、なんかステージに誰かいるんですよ、で2、1と音楽になるの、キャーっていうのみんな仕込まれてんのかっていうような、そう、それもどう言えばいいかな、今で言うと嵐みたいなのがスタンバイしてんだよ。おお、じゃあ普通はそのアーティストが登場した時にキャーって言う、そう言えばいいでしょ、じゃないですか、言えばいいでしょ、はいはい、それなのにそうじゃなくて全然そのまんま見てて、はいはい、チューワン
ませんって、うちのね、はい、今あの前私のマネージャーやってて、はい、今向井治とかの会社の社長、フリーエージェンシーっていうところ、はい、一緒に行ったんですよ。そうですか。でじゃあもう相当前ですね。そうそうそう、だから二十何年か前、はい、でも本当にそういうなんかショーっていうかね、客席もなんかある種ショーを一緒に作っているという意識があるんですかね。そうでしょうね。それでもう全て忘れちゃってるのあれだけど、誰だったかあのコメントすんのに、コメントすんのに、よく見えないなそこのとか言っちゃって、何とかってコメントする作家がいて、全部それモニターに映るんですよ。あ、スピーチ、そう、原稿が、うん、よく見えないな、あとしんさん練習してこいよお前下読みしろよ。なるほど。でそれさえも分かってて、なるほど。で確か当時はその劇場の2階席はタダで、ただ、だから若者多かったですね。下はドレスコードで、すごいですね、うん、ドレスコードでちゃんとドアマンが開けるまでドアを通さないと徹底してる格式もあれ あれば一方で一般の人に無料で開放してる部分もあるという、そうそうそう、キャッキャッキャーっていうグラミー賞。それで終わってから各ホテル、例えばこの日本放送でそういう会場だったとするじゃん、日本放送が、はい、そうするとここが